はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、残砂を使ってゼロ辺で土をですね、ふかふかにしていいですね、土を作っていこうというところでですね、そういったところをですね、ご説明していきたいと思います。ね、今ですね、大根とかね、間引きしたり、まあ、間引きした大根はね、食べれますけれども、枯れたね、葉っぱであったりとか、あとね、雑草とかですね、そういったものをですね、皆さんどうしていますでしょうか。結構ね、一箇所にね、集めたりとか、端っこに寄せてやられている、ね、方もいますけれども、今日はですね、そんな残砂ですね、そういったものをね、使って、はい、とてもね、畑にとってね、いいね、も役割をねしてくれまして、ふかふかなね土になってね、さらにね肥料にもなったりねすることがねありますので、よければね参考にしてみてください。はい、それでは早速行ってみましょう。マッキーチャンネル。ではですね、早速説明していきたいと思います。僕はですね、これね、今ね、大根ですね、ちょっとね、葉っぱ黄色いものをですね、取りまして、あとちょっと油虫がね、ついちゃったりしたので取ったんですけれども、これをですね、使って、土をね、ちょっとふかふかにしていきます。これね、あると思うんですけれども、はい、こちらね、土になります。これはもみ殻も入れていまして、まあ比較的ね、ふかふかなね、いい状態の土にはなってるんですけれども、ちょっとね、こうやって掘りますと、掘ってもいいですね、いい感じの土になっています。まあ、こういったところじゃなくても硬い、ね、土の場所でもね、やっていくとね、よりいいんですけれども、こういったものがね、あります。こういうものの葉っぱだけですね、このようにパラパラパラってね、落としちゃうんですね。こんな感じ、はい。そしてこの葉っぱはですね、もうね、自然に枯れてすぐね、土に、なってね、いくんですけれども、こういうね、茎ですね、茎がね、あると思います。こういう芯のある茎はですね、ちょっとね、こう裂いてしまってカットしたりとか、あとはですね、まあ、5センチ間隔ぐらいでしょうかね、そのぐらいの間隔にちょっとね、こうやってカットしてあげるんですね。はい、そしてカットしてこのように1箇所にですね、置いておきます。そして、5日もねしないうちにですね、 2,3 日しないうちにちょっと枯れてきますので、その枯れてきたものをですね、またこうやって移動するんですね。そしてまた枯れてきたらこうやって移動していくって形にすると、とてもね、はい、いいね、土になっていきますので、そんなイメージでですね、やっていただくとね、いいですね。まあ、ここはちょっとね、ふかふかなね、場所なので、ちょっとね、これ残砂ありますので、移動して、作業をね、してみたいなと思います。はい、ではね、例えばですね、こういったところでね、やってみましょう。ここはね、土がすごいね、硬くてですね、もうね、すごいんですよ。なのでこういったところにですね、このね、残砂をちょっとね、置いてやっていきたいなと思います。まずですね、葉っぱですね、葉っぱをバラバラにしていきます。まあ、ちょっとね、作業としては手間はね、少しかかるかなと思いますけれども、ふかふかなね、いい土を作っていくっていうにはですね、やっとくと後々楽になっていきますので、はい、やってみたいなと思います。こんな感じ。本当はね、アブラムシとかね、ついていたら、そういったね、ものはですね、アブラムシの被害がないね、野菜の場所でしたら、やってね、いただくといいかなと思います。例えばここはネギ類ですね。ネギとかね、植わっているんですけれども、ネギ類はアブラムシ被害がなかったりしますので、そういったところでですね、はい、こういうね、作業をしていくとね、いいかなと思います。ちょっとじゃあ今日はね、これ作業をしまして、またね、 2,3 日後ですね、状態をね、また見て、ちょっと経過してね、いい土にね、なるまでですね、ちょっとね、見守ってご紹介、最後までね、していきたいなと思います。はい、できましたね。こんな感じでですね、はい、パラパラにね、することができました。あ、まだちょっとね、残っていましたね。はい、でバラバラにしましたらですね、ちょっとね、密集しすぎず程よくですね、こんな風に広げておきます。これで、ね、日光に当たったりとか、寒さにね、当たったりとかですね、することによって、もう簡単にね、枯れていきますので、その枯れた状態を作りまして、それで、こうね、枯れてきたらですね、また端っこにこのようにね、寄せていきます。はい、そしてまた枯れてきて1週間ぐらい経ちましたら、またこう反対にですね、寄せていくっ
ていう形で、そんな感じでねやっていくことで、ここにですね微生物がですね豊富に、なってくるんですね。そうするとその微生物がこの下のね硬い土をですねふかふかにしてねくれる作用があります。よく、森とかね行くとね落ち葉の下の、土ってね結構柔らかいじゃないですか。なのでそういう柔らかい状態にね、同じようにねこういうところも残骸をね利用することによってなりますので、はい、ね、やっていくといいですね。あとねもみ殻とかね、特に米ぬかですね、米ぬかとかあるとですねよりねふかふかになったりしますので、こんな感じでね僕は、はい、米ぬかですね、米ぬかがいいですねと一緒にですね、ちょっと混ぜて、はい、やっていきたいと思います。じゃあこれねちょっとね 2,3 日後にまたねご紹介していきたいと思います。はい、あれからですね数日ね経ちました。3日ほど経ったんですけれども、どうでしょうか。これね刻んだ残骸になりますけれども、ちょっとアップで見てみますね。こんな感じでちょっとずつねバラバラになってきていますね。一方ですね、比較の意味を込めて、こう切ったりねしない残骸をですね同じように寄せているんですけれども、やはり分解の感じがまだ葉っぱが結構ね残ってるなっていうね印象があります。ただこちらは比較的、葉っぱもね枯れてきてきてるなって思います。今ちょっとね近くで見てみたいと思います。ちょっと詳しく見てみましょう。はい、こんな感じで見ていただくと葉っぱがですねこのようにちょっとね枯れてきています。ちょっとこうやってやればもうねパラパラパラってね砕ける感じですね。あ、この辺とかもね葉っぱもカラカラにねなってきてますね。すごいです。なので、これねある程度ねなりましたら、ちょっとこう横にねスライドしていきます。ちょっと混ぜるように空気をこの残骸にね入れていくイメージですね。あ、これアスパラ、アスパラの葉っぱもちょっと枯れて飛んできちゃいましたので、ちょっと隣に置いておきましょう。こんな感じで土にですね、はい、酸素をね送ってあげます。そしてまたね広げておきます。こんな感じでねやっていきますね。はい、ではね同じようにねこちら比べている部分ですね、こちらも同じようにちょっとね混ぜておきましょう。でもね順調にこちらもね枯れてきてはいますので、時間はちょっとかかるかなと思いますけれども、こんな感じで酸素をね含ませてあげて、はい、成長をねさせていきたいと思います。はい、成長分解をしていいね土にしていきたいなと思います。はい、さらにですね日付がね経ちました。今日は11月の8日になりますけれども、こんな感じでねもうかなりですね枯れてきてますね。これだったらもうね全然、土にもね分解してきてるなっていうね印象があります。いいですね。そして下の部分の土、土はそうですねまだ若干ね硬い部分はねありますけれども、はい、これがね分解してちゃんとね土に馴染んでくれるなっていうのもね分かります。そしてこちらですねカットしてない方のね部分になるんですけれども、まだねこんな感じで枯れてないんですね。強いて言えばこれ黄色いねまだね葉っぱとかねありまして、ちょっとね枯れきってないところがあります。なのでやっぱりちょっとねカットした方がかなり分解が早くなって、ここにしっかりね分解されて、はい、入っていくなっていうのがね分かります。だいぶ違いますよね。ここをね見るとこんな感じですね。はい、で土もね触ると全然硬いんですよね。すごい硬い、全然取れないです。さっきのバラバラにねした方のね土はですね若干ね硬いは硬かったんですけれども、若干ほぐれやすいなっていう、へこみやすいなっていう印象がありました。ここね取ってみてこうやるとちょっと掘れるんですよね。はい、なのでそういった意味でもねやっぱりちょっとねこうやってやってると違うなっていうのがね分かります。これは微生物がしっかりね、分解してくれて、はい、土もね柔らかくねしていってるなっていうのがね分かるかなと思います。はい、はい、いかがだったでしょうか。でこんな感じにですね、はい、残骸ねちょっとね、カットしていきました。で、これでね、
ふかふかな、ね、土、リサイクルですね、循環させて、なるべくですね、はい、肥料とかは、ね、使わずにですね、もうね、自然な環境の感じをね、作りながらですね、はい、育ててね、また野菜ね、やっていきたいなと思います。ね、皆さんもこれからね、あの大根であったりとか白菜とかですね、そういったね、残草もちょっとね、出てくるかなと思いますので、そんな感じでね、やっていただくのもいいかなと思います。あとね、もっと早くやっていきたいよっていう方は、鶏粉とか牛粉とかですね、あと駆動石灰とかですね、そういうのも一緒に混ぜ込みながら、さらに土をですね乗せてやると、もっとね早く分解がされていきますので、そういう感じでも、ね、やっていってもいいのかなと思います。はい、ね、じゃあまたねちょっとねいろんな野菜を、ね、育て方という形で紹介していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、じゃあ最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。